Hey everybody, welcome back to ESA. You are currently watching our NES block, and what a fantastic Ninja Gaiden race that was. It was very, very close towards the end there, but Duckfist just managing to sneak out the win there. We do have a few more donations in here. We do have a $100 donation from Pope Joe saying, donation goes to Mr. Walridge 3451's choice, and hopefully that'll go towards the Mario Open Golf incentive that we currently have open. That is going to be run by Big John. We have until the end of Super Mario Maker 2 to get that donation incentive met. You guys are doing fantastically well at that at the moment. I believe we're currently sitting at 1,672. Please do keep your donations coming in and remember all your donations. はい、それではですね、お待たせしました。次のタイトルはスーパーマリオブラザーズ2になっております。もちろん皆さん、ゲームの解説者の方いらっしゃったら嬉しいですよね。解説の方来ていただいております。解説はアジンさんです。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。私解説として出るゲームは多分ね、最後ですね。あ、そうなんですね。はい、まあまあ今日の夕方とかまた別途モデレーターの方でね出てきますけれど、あ、そうですね、忍者龍拳伝というゲームをね前には解説してまして、はい、まあ、その前にもねコントラというゲームもやりましたけれど、いや、つい先ほどのことのようですね。はい、つい先ほどのようなことですけど、はい、ということで次やるゲームについてはスーパーマリオブラザーズ2ということで、まあ、これね名前が結構ややこしいというか面倒くさくて、向こうの海外でいうスーパーマリオブラザーズ2っていうのは本来はまた違うやつなんですね。こっちで言う USA が向こうで2って呼ばれてるやつ。ただ、今回は、括弧 JP ということで書いてあるので、本当のというか、もうそのままスーパーマリオブラザーズ2ですね。ちょっとその辺ややこしいですけれど。まあ、その下に書いてあるワープレス 8-4FDS っていう、FDS はファミコンディスクシステムですね。になるので、まあ、そこで一応判断できるんじゃなかろうかとは思うんですけど、もともとこのマリオブラザーズのシリーズって、まあ、皆さんご存知の1があって、その後に2がファミコンディスクシステムの方で出たんですよね。ただこれはなんというか2という作品というよりは、まあ、1の難しいバージョンと考えていいぐらいの立ち位置なんですよね。なので、まあ、それを受けて海外では、この2は、マリオブラザーズのロストレベルっていう名前で、発売されてますね。まあ、日本だと2で出てます。だから単にね、その、1、まあ、やってたかやってないかは別にして、まあ、2を単品で買うと、えらい目に遭うっていうね。あまりに難しいから。1の1から割と難しいんですよ。はいはいはい。全然初心者向けじゃねえっていう。まあ、そもそもだから、1をクリアしてる人が、8-4でね、クッパを倒して、その次みたいな。あ、ちなみにこれドッキーの子ですね、今画面出てて。変な色してるので、撮ったら死んじゃいます。マリオコレクションだと毒キノコって分かるような感じにアレンジされてますけど、リメイクなんで、これだと本当になんか普通に撮ってもいい感じの、まあ、ちょっとねなんか 色合い違うけど、まあ、2だから違うのかなみたいな、ちょっと分かりづらいですね。最初からこう騙しにかかってる、宮本茂のちょっと罠ですね。せめて2個目とかだったらあれなんか色違うなって分かるけど、そう1個目からこれかみたいな。そうそうそう、あ、ちなみに今、最初の赤いのこのこいたところは無限イチャップできますね。はい、タイマーがスタートしたのでグッドラックです。あ、はい、グッドラックということで、ごめんなさい、もうスタートしてた。早いです、まあ、基本的なシステムは、1と変わってはいないんですけど、まあ、ジャンプ周りは結構変わってて、敵踏んだ時のその加速というのか、そのあたりは
2になってかなり、まあ、今でいうところのマリオと同じぐらいのジャンプ力になりますね。1だと敵踏んでもそんなにこうジャンあの追加ジャンプってないんですけれど、まあ、2だとそこそこ、まあ、今も敵踏んで結構ジャンプ力ありましたけれど、はい、ということで、まあ、1の2は途中まではこういうおなじみ あの上の方とかって、まあ、ただあのワープ禁止されているのでね、あの同じくあの後ろの方行くとあの ワープゾーンにとできる。でちなみにこの2はあの RTA 上今回まあワープレスだから出てこないというか、まあ、実はねあの戻っちゃうワープみたいなのもね今作入ってる、あそういう罠もあるね、まあやっぱその辺は、あちょっと落ちちゃいましたね。今、敵を踏む予定じゃなかったんでしょうけど、踏まざるを得ない感じになって、落ちてしまいましたね。まあ、その辺もあって、そう結構こういう風に今って、敵飛んだ時にね、かなり高いジャンプしましたけれども。で、ここは、いわゆるパワーアップアイテムを取った瞬間にジャンプ判定が出るので、それで利用して、で、1の3でデカマリオになったんですけれども、おそらく1の4で、いわゆるあのチビマリオ、チビファイヤーを狙うための仕込みをすると思うんですね。なので、とりあえずこのデカマリオのままクッパに行きます。でクッパを、このハンマー取るときに、あ失敗しちゃったな。本来はここであのクッパを倒すと同時にハンマー取ることで、チビファイアマリオの仕込みができるんですけど、はい、まあ、ちょっとそれができなかったので多分リカバリのパターンというか、まあ、通常のこのキノコとファイヤーでパワーアップしていくパターンでやるんじゃなかろうかと。あとは結構こういう風にあの隠しブロックがね随所にあったりしますし、隠しブロック逆にないとなんかいけないぐらいの意地悪な仕様があったりするので、これが初マリオだと辛そうな初めての人これやったらマジ泣いちゃいますよ会場でもチビファイヤーの説明してるっぽい。あ、そうですね、チビファイヤーの仕様としてはあのそのクッパとあのクッパの後ろにねあのハンマーがあって、まあ、チビマリオとかでもねあのファイヤーでもクッパ倒すことできますけど、ファイヤーなければ当然クッパって倒すことできないので、あの後ろにあるハンマーを倒すとあの足場が全部崩れてクッパポチャンって落ちてクリアっていうやつになりますけれども、まあ、それをこう悪用した仕様があって、クッパに当たってそのデカマリオないしファイヤーマリオからチビになった瞬間にあのハンマーを取ると、いわゆる見た目のマリオの状態とその中身のマリオの状態がこう入れ替わっちゃうというか、見た目はでかいままなんですけど実は内部的にはチビマリオの状態になってるっていうあのものが発生して、でそれを発生すると、あ今ちょっとプクプクに当たっちゃいました。まあ、この辺はランダム要素入るのでしょうがないです、でそれがアペコベになっちゃう と、またそのそれであのパワーアップアイテムを取り直していったときに、キノコを取るとあの見た目デカマリオからチビマリオになぜか変わるんですね。で内部的には普通のデカマリオで、さらにその状態で、ファイヤーを取ると、見た目チビのままファイヤーになる、ファイヤーマリオになる。ちょっと なかなかねあの言葉で言ってると全然わかんないんですけど、はい、いや今これ多分狙いますね。クッパが近づいてきた時に当たりながら乗る。そうするとこう点滅してて、ただあのデカのままなんですね。あ本当だ。はい、
ただ内部的にはチビマリオとして処理されているので、この状態で敵に当たっちゃうと、相手アウトになります。ああ、なるほど。はい、でこれでキノコを取ると なぜかね、このチビにパワーアップするみたいな。で第2はデカの状態ですね。へえ、当たり判定は別にこの見た通りな。当たり判定はこれ見た目の方が採用されてます。へえ、なので、見た目ちっちゃいな状態なのに、ファイヤーを打てることができる。これは何かチビファイマリオにするメリットがあるんですか？まあ、これは単純にその見た目の当たり判定を小さくするっていうことですね。ブロックはどうだったかな？多分壊せないんじゃないか。そっちは多分見た目の方が判定されてたと思いますけど。だからこういうステージとかでね、デカだと上下2マス分の判定になりますけれども、チビだと下半分の1マス分の判定しかないので、特にこういうところは結構有利に進められる。一瞬デカマリオになるときがあります。一瞬ファイヤーを打つときだけ、まあ、そのスプライトの関係か分かんないですけど、一瞬だけデカマリオになって、まあ、そこはもともと当然ファイヤー打つマリオってデカマリオしか想定してないからでしょうけれども、グラフィックは小さいファイヤーがあるんですね。なんですか、小さいマリオでこの色が。ああ、また確かにこのグラフィックはあれですね。なんだろう、単に色を変えてるっていうことなんでしょうかね。マリオ処理的に処理の話だけ。あ、そうで、アウトというか、この初代で当たるとまたこの見た目デカのマリオだけど内部的にチビだから、そこのステータスは変わるわけじゃないので、一応敵に当たっちゃってもまだ2回パワーアップアイテム取れば復帰することができますね。なるほど。だから落下死しちゃうと元に戻っちゃったと思います。確か、敵に被弾しての状態だったらまだセーフのはず。うん、あ、まあ、セーフというか、そうね、被弾まではセーフだけど、死んじゃうとまた元に戻っちゃう。あ、はい、なので、またこれで、復帰しました。こんなとこにブロックが。はい、そう、有名な話としてね、容量節約のため、クモと草は、同じものを使ってるんですよね。グラフィック色を変えてるだけで、使えるものを使ってなるべくコンパクトに。その話もね、なんか何年か前に、あ、そうそう、この草ね、草の薄い緑のやつは実は雲と同じだっていうね。下の口が見えてないからなんとなくそう見えてるだけで。この辺もね、よく見ると節約してますね。まあ2だとちょっとね、豪華になってるから、濃い緑色の草が増えてる。うん、1だと多分濃い緑の草なかったと思いますけどね。あったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど。Oh, it's a character. You know what we mean. But yeah, no, if we could get your donations coming in to get Big John to playMario Golf. We know he wants to. He won't admit that he wants to. But if you can get them in, also, it would be amazing if in the next season. はい、ということで4の2ですね。35k total dollars in donations. まあ、だいたいそのどのステージも、マリオ1の元のステージが、まあ、難しくなったみたいな感じのステージ構成になっているので。大体4面はね、ジュゲムが出てくる。ね。あとこのアスレチック面もね、かなりギリジャンを要求されるエグい構成。しかもここだとノコノコをちゃんと踏まないといけないっていう。ああ、すごい。さらにキラーまで出てきたからね。これはちょっとエグいですね。止まらずにそのマリオのこの速度を維持したままいかないと多分
距離的に足りない。なかなかえぐい仕様ですね。はい、ということで4の4ですね、クッパの城。まあどのステージもね、枝番の4は共通してクッパの城ですね。ああ今ちょっと当たっちゃいましたか。まあでもこの状態までだったらさっき言った通りまだ復帰できる。2回パワーアップアイテムあればまた元のチビファイアに戻ることができますね。うん、あ、ただ今ハンマーブロスはこの状態難しいですからね、通過するの。まあまあこの辺はまた仕切り直しですね。ちょっとごめんなさい、このステージにキノコがあったかどうかちょっと私は分かってないですけども、まあ、もしあればまた同じように最後のクッパのところでチビファイヤー作ることはできますが、まあ今通過したようにやっぱハンマーブロスは出現直後がやっぱ一番通過しやすいんですよね。ハンマー持ってないから。そうだからあれで動き出し始めちゃうと結局行くタイミングを逸してしまうというか、見えたらさっさと通る。そうだからもう出た勢いでもそのまま行っちゃうっていうのがやっぱ一番早いんですけどね。なるほど、はい、ということで、まあステージやっぱりキノコはなかったためか、まあ、そのままチビマリオのままでね打開していきました。そう今のテクもねなんかしれっと行ってるけど結構難しいんですよね。パックンがいる土管をチビマリオで越えていくっていう、これなかなか難しいテクでね、きちんと土管のヘリに乗ってそのパックンフラワーの当たり判定に接触しないようにうまく土管に乗ってさらに土管からジャンプっていう、ここも、うまくノコノコ使って、で高い壁を乗り越えてきてね。先ほど言ったようにマリオ1だと敵を踏んだ時のジャンプ力って全然ないんですけれども、2になるとかなり高いジャンプをすることができるのでうまくノコノコを使うと。さあそして後半から結構この赤いパックンフラワーが出てくるようになるんですけど、実は青いパックンフラワーと違いがあって、青いパックンフラワーは、土管人に接触したぐらいの距離感で、出現、一時的にね、出現しなくなるんですけど、今みたいに赤いパックンフラワーは、髪の毛を。髪の毛、おお、なんかすごい動きしましたね。そうですね、赤いパックンフラワーだと、かなり近づかないと、まあ、土管にのヘリに乗っかって近づいたぐらいでようやく出なくなるっていう性質を持っているので、ちょっとその辺は注意が必要ですね。まあ、ワープではないですかね。エリアまたいだワープが禁止っていうことなので、普通にエリア内の土管はね、あ、落ちちゃいましたけど。エリア内の土管は、というか、そもそも、後の、普通の土管に入っててもね、さっきの面に移って、ゴールバーがあるところですかね。あ、ビッグジョンっていうのは今右にいる解説されている赤い T シャツ着た方ですね。この方も他の作品いろいろ走ってらっしゃる、この方なんかよく見る気がします。はい、私も何回か解説している中でこのビッグジョンさんの作品解説なっ、はい、ということで5の4の城ですね。かなりファイヤーバーとバブルをくぐり抜けて、おお、すごい。これはということで、まあ、このクッパはまあ普通に行くしかないですね。So we're heading out to World 6, so hey, you got any donations?
Yes, we do. We have a $50 donation from Saber Rider saying no donations to read. Let's fix that. Also, everyone needs more big job. はい、そして、ワールド6ということで。No, they meant big job. Hey, did you see the magic trick? What are you doing? Turn off the game. しれっと、しれっとね。しれっとすり抜けをしましたが。Super Mario is always a nice speed run to watch, and I'm glad to support a great cause. Let's get this donation going Twitch chat. A great stream to all the runners this stream. Sorry, a great stream to all the runners this stream.あ、そうですね。あのクッパは、ファイヤーで倒すと、実はあの敵、まあワールド7まではクッパじゃなくて他の敵が化けてるというか、そういう設定なので、ファイヤーで倒すとその元の敵が出てくるわけですね。ワールド1だとあのクリボーですし、2だとノコノコと。なるほど。隠しブロックの隣はうんぬんっていう。あれですかね、そのすり抜けるところに、ここに事故っちゃうんですね。あれですかね、あのすり抜けするところは、クシブロック的なのがあったりすると、ずれるとか、なんかそういう感じなんですかね。ちょっと私もあんまり細かい仕様を理解してないですけど。ただね、あの落ちたら死んじゃうようなところで、ああいうすり抜けをしれっと決めていくのは、やはり、マリオ、まあ、こういうマリオ系の作品のね、トップランナー、トップクラスのランナー、ですかね。Let's put this towards the NES Open Incentive.We've also got a $25 donation from キノコみたいなやつとか、キーみたいなやつとか、この辺は結構背景凝ってますね。まあ、ファミコンディスクシステムでね、多少容量にも余裕が出るのかわかんないですけど。はい、ということで6の3ですね。またちょっと事故りやすいクックが出てくるですね。今ようやくキノコ取れましたね。今ちょっとかなりギリジャンでしたが。お、危ない。危ない。おい。いや、ほんとね、このプクプクが、そう、今もちょっと、あっ、惜しかったな。復帰地点あれかな、キノコの、あ、そうか、今ゲームオーバーになったから逆に6の1からリスタートなんで。あ、ちょうどいいということで。まあまあ、これはこれで。またじゃあ、あのすり抜けが見れますね。はい、また決めてきますね。壁抜けはもう当たり前のように決めていく。あ、で、あの、このなんか、画面ちらついてるやつが、あの、追い風とか向かい風です。あ、向かい風はないか。追い風。追い風で結構、あの、マリオが加速したりとか、まあ、あとはジャンプ。とかかな。そうですね、ゲームオーバーになっちゃうとワールドの最初からなので、まあ、その辺は作品共通ですけど、ね、確かマリオコレクションだと音情があるのか、2だと、ゲームオーバーになってもそこからスタートできる、6の2でゲームオーバーになっても6の2から、ね、それがないと本当ね、もうクリアできねえよっていうぐらいの。ああ、ないのか。だからファミコンで頑張ろうと、本当にあの、普通の人が頑張ろうと思ったら、もう1の1で無限増殖。だからそこもそこで、一応温情といえば温情かもしれない。1の1で無限増殖ができるから。まあ、無限じゃないけど。それも使い切るぐらいの勢いだけど。愛の課長とかほぼ使い切ってたんじゃなかったかな。愛の課長ね、このマリオ2やってましたけど。谷の境目にはいくらのマリオがいるのか。そうですね。その話するとあれなんですよ。私好きなのは、マリオワールド、あのスーパーファミコンで最初に出たやつ。そう、あれのね、あの攻略本があって、ほうほう、攻略本にね、吉田戦車っていう漫画家の漫画が あるんですけども、その漫画 の中で、この実はマリオはこの残機数の人数分いて、その死んだマリオがこうみたいな話があってね。
すごいなんか リアルな話を、まあ、あくまでね、それはそういうネタなんですけど。You have a bigger jump, but it's not quite that big. Luigi could have made it. マリオの死体がなんかリフトに引っかかってるみたいな。よくあの子供、まあね、子供向けですからね、普通。よくそこになんかそういう、そう、横長のあの黄色いやつ。増やしすぎるとゲームオーバーになるというか、あの要は255バグみたいなもんだから、あの増やしすぎるとあの 元に戻っちゃうんですよ。だからちゃんとあの数えてないといけない。おー、谷底に落ちていったマリオ。あ、そういうなんか動画もあるんです。あ、1ニッパだっけ、ごめんなさい、ちょっと分かんない。あ、今だから、ゲッソーになりましたけど、こいつの中身はゲッソーだったっていう。ゲッソー、こんなとこに行って力びないんですか。次だとあのハンマーブロスとかだった気がするけど。その辺はいわゆるニセクッパというか。ということで、7の1ですね。ちょっとあの追い風があるから早くは進めるんですけど、かなりね、敵が入り組んでたりするから、逆にこう敵 にぶつけさせられるみたいなこともありますね。お、今うまく抜けましたね。あっと、しかしキラーはちょっと読めないな。あのキラーひどいな。So it's a little scary now because there's a power up he needs to get just to. Oh, okay, fine. I'm skipping it. I will do this. Oh, I like this strat. Oh! So, Hammer Bros. もね、いろんなパターンがあって、そう、今みたいなやつだと嫌なんですよね。その、ハンマー投げながら向かってくるタイプもいるんですよね。通常のハンマーブロスだと、あの、足場をちょっと前後するぐらいで、こう。ハンマー投げてくるんですよ。こういう風にもうずっと前に進んでくるやつがいるので、そうすると、あ、でこの状態は、ハンマーは一番左端にいると、当たり判定消えるので、そこであのきちんとタイミング合わせてハンマーブロスだけ踏んでやればいい。まあ、ハンマーブロスは当然当たり判定当たったら死んじゃうので、ハンマーだけ一番左に寄せてると当たり判定消えるっていう。So grateful for ESA and my main streamer TMR in the background. Good luck, everybody. ちなみにこのリフトもね、よく見たらあのちっちゃいキノコが4つついてるっていう、ちょっとかわいい感じ、ね。かわいい。はい。で、7のには、土管でちょっと途中の面をスルーした方が早いかな。あ、これ、これもひどいな。さすがにこのジュゲーム。ジュゲームがあのパイプを発射した瞬間っていう、こんなあるかて。あ、これはこんなところか。あのマリオが壊せるからね、プロ。さあ、これでこの肉切り。いやー、でもこれ怖い。倒せましたね。いや、かなりこう最後えぐいね、足場の切り替わりでしたけど。さあ、7の2をクリアしてきました。さあ、7の3結構難しいのが、この追い風プラスこの高いジャンプ台で、これ着地地点をかなり意識しないとあの落ちてしまうので、あとは自分の加速度具合でどこまでいけるかっていうところもきちんと計算しないといけないね。これすごいですね。今自分が上の画面外のどの辺りにいるかっていう見えてないですもんね。そう、見えてないところをどの辺りに着地するかっていう。で、結構加速してるとかなりね、こう横を進むことができるので、ただそう、読み誤るとこうなってしまう。これは落ちてしまった。いや、でもこれかなり難しいんですよ。やはりね、これだけの、あ、今ここからなんですね。今うまくあの土管の横っ腹に、まあ、いわゆるあのウォールジャンプと同じです。あ、無敵取った。$5 golf donation train starting here. Please get in. スターを取って、ちょっとね、ハンマーブロスの期待があるから、スターがあればね、うまく
And we've also got a $10 donation from Anonymous saying, loving this run at the American Speedrunner Assembly. Yeah. That's right. American Speedrunner Assembly, live from Malmo, Sweden. That's when right. did this happen? Nobody told us. We've also got a $25 donation from Anonymous saying, let's give golf a chance and bump Alzheimer's. ジュゲムが、ファイヤー取ってくるのかな。そうですね、ここでまたファイヤー取って、でファイヤー取る時もね、今みたいになんというか、上に登って取るんじゃなくて、そのブロックに重なるようにして取るっていうやり方がやっぱ早いですよね。あ、やっぱ熟練のマリオプレイヤーの方はこの辺りは当たり前のように。うん、そうですね。こうなんか横で横にちょっとこう重なるような感じで。さあ、そして七野さん、もう一度、ね、で今当たり前のようにこう降りた時にそのままジャンプ台に乗ってますけど、普通にやったらなかなかできないですからね。だいたい今みたいに一回降りて改めてジャンプ台に乗るっていうのが、これすらなかなか普通だとできないです。このピンポイントで、あ、今ちゃんと超えられましたね。そう、ギリギリのまだ最後の最後ひどい足場の切り替わりがあってクリアと。The celebration there because the numbers matching, and we're off to 7-4 before we head to our final world of the game. はい、ということで7の4ね。マリオが何人いても足りない。そうですね、やはり。あ、マリオの死体を積み上げてそれを足場にするしかない。なんか昔そういった4コマ漫画があったなってのは。ちなみに今回出てこないですけどね、あの本当は隠しワールドがあって ABCD ってあるんですけど、今、うん、あの安全地帯というかあのファイアバーがあの当たらないところを、ね、あの1回進んできましたけど、ああ、ファイアーブロス、ハンマーブロスだからハンマー投げてきてるんですか、このクッパを。ああ、そこどうなんだろうな。確かにこのワールド、7匹目からね、さっきのハンマー投げてきてね。ちなみに、そう、さっきのあの、城にあったあの、ファイアーバー通り抜ける地帯のところ、斜めだとあの、これは何を紹介してるんだ。One of those past levels. How about that? One of those, yeah. Yeah. And he wants the exact same thing. Oh, he wants. これは分かってないですけど。Okay, I shouldn't go for it this time. Well, you may as well go for it now. Yeah, I might as well because I got one life left. Yeah, one life. One life to live. Sounds like a TV show. I can get this. なんか左のパックを半分だけ出して。なんかしようとはしているんですよね。なんだろう。あとなんかあの強引に土管に入るみたいなテクかな。うん、あら、行き過ぎちゃった。いや、そう、意外とね、あの敵の斜めの判定ってつらいというか、斜めの判定結構えぐいです。あ、もう次に進むみたいですね。はい。もしかするとさっきもなんか土管に強引に入った時になんかああいう感じのことが出たからここもまたえぐいんですよね。パタパタを踏んでいかなきゃいけないので、うん、全体的に谷の間が長くないですか。長すぎるんですよ。だから本当にギリジャンしつつなんですよね。ギリジャンしつつ、あとはその奥にいる敵を踏むみたいな。これこう。おー、怖い、見てて。はい、で、はい、まあ、無事8の1はクリアしましたね。で、8の2がね、結構えぐい。ああ、ゴールの仕方がかなりえぐいんですよ。
今までもえぐいのにさらにえぐい。殺しに来てますね。殺しに来てるというか、はめようとして来ているというか。もう残り1機しかないですね。このツタ登らないとクリアできないっていう。しかもあのツタ本当に叩くのが難しくて、ここにゴールがあるっていう。これがないと、あの先あれなしに先進んでもまた戻されちゃうんですよ。気づかないと他に入って先行けるとそうで、八野さんがその雲の上の面っていうね。Notice how Super Sonic kind of just got hit by something there, but there are hidden blocks here. There's actually there's a hidden star, there's some troll Kaizo blocks here. はい、ということで無事8の4まで行きましたね。まあ残り1機なんで結構ついですけど、ただここはあれかな、あ、8の1からだ。あ、いや、そうですよね、8の1からです。今のは単に落ちちゃったっけかな。Arctic is loaded with them. Go. I am utterly loaded with donation, guys. I keep them coming, please. We have a $5 donation from Bedwa Blackburn saying, this NES block has featured many of my favorite speedrunners and many more I will be following after today. Dexter,地味にあれですね、色合いなんかも変えてるんですね。あのちょっと 秋っぽい感じになって、なんかステージによってちょっとカラーが、そうそう、やっぱね、こうなっちゃいがちなんですよね。なるほど。今のブロックの腹に押し戻されちゃって向こう側に行けませんでしたけど、こういうテクをね当たり前に要求してくる。ここですね。怖い。ここのこう叩きつつ上のツタブロックを出して、かつ自分はちゃんと足場に着地しないといけないっていう。これ何持ってるんですかね。ビッグ何でしょうかね。手に持ったなんかカレーみたいな感じ。Supersonic, please come to the castle. Big John's baked a cake for you. I baked a lovely cake for you.We've also got more donations here. We have a $5 donation from Late Row saying, I am a scientist who works in the field of dementia. Thank you all for your efforts. Your speedruns are amazing. And a $10 donation from Dance Dance. Sweden, Sweden. 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 Sweden.ただ2機しかないので、そうですね、まずそう最初のジャンプから難しいっていう、ね、うん、あ、おお、すごい降りるところの、ここもね迷路的な構成になっているので、ちゃんとした土管に入らないとね先進めません。今なんかファイヤーバー当たってるように見たんですけど、ファイヤーバーあれは当たってないですね。疑惑の判定。ここ難しいですね、これ。あのパックンが、赤いパックンがいながらこうジャンプして垂直に降りないといけないっていう。そう、当たり判定の見切りが素晴らしいですね。ちゃんとあのパックンのね先っちょの判定は割と緩いんですよ。ほうほうほう。あれ、ここも結構えぐい。のこのこが十字のそれぞれ立って動きながら。あ、で、ここもちょっと壁抜け的なやつを使って。最初のニセクッパ、あれはニセクッパか。あいつをスルーしていきますね。おー、クッパ。はい、で、まあ、デカマリオだったらね、これ余裕で。あ、しかもちゃんとハンマーに当たらず。
タイマーストップしてグッドゲームグッドゲームでしたね。いやなんかついつい見てて声が出てしまいました。はい、まあ、なかなかやはり厳しい難易度ね。うん、難しそう。あの、ま、マリコレ2でね、これはプレイできますので、あの優しい仕様です。ゲームオーバーになってもそこからリスタートできますね。皆さんこれを攻略動画としてプレイしてみてはいかがでしょうか。攻略できないっていうね。いやすごかったですね。はい、まあ、ということで、まあ、一応ねここで終わりは終わりなんですけど、実はこの後にまださらに次のやつもある、ね。クリアしたら遊べる。ワールド Q と ABCD、まあ、Q はなんかおまけみたいなもんだからあのすぐにクリアできるんですけど、ABCD はまあ本当にさらに地区になってるというね。なるほど。いやー、はい、本当解説どうもありがとうございました。ということで、はい、はい、私の解説3連戦はとりあえず以上ということで、はい、3本続けてでもありがたい解説本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした、はい、またね。ありがとうございました、解説はアジンさんでした。はい、はい、それではまた次のタイトルの準備をしますので一旦失礼いたします。